はい、こんにちは。税理士川みなみの YouTube へようこそ。行くぞ。どれ取るかな？どれ取るね。はい、こんにちは。税理士川みなみの YouTube へようこそ。税理士をオンライン上に味方につけるということで、オンラインサロンを運営している自営業専門の税理士です。本日もよろしくお願いします。本日のテーマはこちらです。今さら聞けない年末挑戦について紹介したいと思います。本日の目次はこのような流れでいきます。まずね、年末調整って何か、会社員の場合はどういうふうな仕組みになっているのか、じゃあ自営業の場合はどうすればいいのか。で、最後に会社員でも確定申告をする必要がある人がいるよっていうのを紹介したいと思います。ね、この動画、最後までお願いします。もう年末調整って一体何をしているのかっていうことですね。今の時期ね、皆さんね、会社の方からいろいろね、書類を出してくださいとか、この書類に記入お願いしますっていう話が来るかと思うんですけど、会社員の方は、まあ、サラリーマン、OL さんですね。会社員の方は所得税が前払いになっています。だから給料から自動的に天引きされてるっていうのが基本的な仕組みになっています。皆さん普段給与明細見ていただけると分かるんですけど、そこから所得税が天引きされていて、その他ね、健康保険と厚生年金といろいろそういうものもろもろのものが差し引かれて、それが引かれた後が手取りで給与として振り込まれてくると思ってください。それが手取りですね。総支給額からいろいろなものが差し引かれてると思ってください。何が一体いくら引かれてるのかと思って確認しようと思ったら、給料明細の方を確認していただければと思います。会社員ではなくてバイトやパートの方でも基本的に所得税源泉が引かれている状態で、手元にお給料が入ってきている、バイト代が入ってきているかと思います。仕組みですよね。このじゃあ所得税が前払いされてるってことなんですけど、一体どういうふうな仕組みで引かれてるかって言いますと、ルールがありまして、何に基づいてやっているかと言いますと、こういう源泉徴収表っていう表がありまして、これに基づいて源泉は差し引かれてる、まあ、所得税が差し引かれてますと、このように表になってまして、いくらからいくらの方はいくら源泉しますよっていう風に決まっております。こういう形ですね。8万8000未満の方は源泉が基本的には、差し引かれる源泉がゼロですので、例えば月のバイト代がね、8万円5万円って方は源泉所得税がゼロになっているはずです。それを超えてくると少しずつ差し引かれる金額、税金額が上がっていくっていうようなことがこの表を見ていくと分かると思います。この金額なんですけど、こちらで差し引かれてる金額っていうのは少し多めで設定をされています。そして年末調整がじゃあ何をしているかって言いますと、1月から12月分のお給料が決まりますね。で、概算で少し多めに所得税を預かっているわけです、会社が。そのため調整が必要になるわけです。1月から12月分の最後の給料が出た時点で、今年の、あなたの給料額これだけですよっていう税額がやっとそこで決まるわけです。調整をするのが年末調整です。だから少し多めに引かれているので、還付になる方がね、会社員の方は多いんではないでしょうか。これがいわゆる還付ですよね。年末調整で税金返って、なんか知らないかお金返ってきたよとか、年末調整してもらったらキャッシュバックあったよとか、まあ、現金でするところもあれば、その次の給料にプラスオンされて払うっていう会社さんもあるかと思います。給与明細の方いくら還付されていたのかっていうのを確認したい場合は、給料明細の方を確認してください。年末調整って何をしてるかっていうと、多めに預かって差し引かれている所得税を、給与の金額が1年分しっかり決まるため、このあなたの税金はいくらだったので、こんだけ多かったですとか、こんだけ足らなかったですっていうので、きれいに締めて正しい金額の税金を出し、年末調整の基本的な仕組みです。会社員の場合ですけど、じゃあ年末調整何かというと、基本的に会社が全てやってくれます。ただしなければいけないことは、この用紙を記入します。皆さんこういう用紙を会社の方から今例出しますね。このような用紙で回ってきて、ここにね、名前住所と、まあ、とりあえずこの印鑑だけ押しといてくださいっていう風に用紙が来るかと思います。で、皆さんね、何を一体これ書いてるのかなと思うと思うんですけど、この用紙によって年末調整正しい金額税額を出すための書類がこちらになっております。もう1枚目はこれですね。こちらの方もね、名前とね、住所と印鑑だけお願いしますって来ると思うんです。で、あとは生命保険とかね、入ってらっしゃる方いると思うんですよ。介護保険、地震保険かけてるって方はね、控除証明書を持ってきてくださいとかね、保険会社から届いた証明書を持ってきてくださいねっていうのは控除になるので、会社の方がその資料に基づいて計算をしてくれて、年末調整、正しい税額を出して、用紙がこの用紙になります。ね、どうしてこのね、名前と印鑑をね、経理の方が押してほしいかと言いますと、先ほどのね、税額のこの控除表に
なるんですけど、こちら見ていただくと、コーランと実はオツランってあるんですよ。印鑑を押して名前を押して、この先ほど紹介した用紙を出すと、例えばここのとこだと3620円源泉所得税として預からないといけないところを1万1400円って高くなるんですよね。なのでこちらのところに、まあ、名前と住所と印鑑が欲しいですっていうのが、そういうことが理由になっております。会社員の方は先ほど言った用紙を記入して、生命保険など控除証明書などを会社の方に提出すれば OK。 あとは会社が税務署や各自治体も郵送をしてくださいます。各自治体に回った情報に基づいて次の年の住民税が決まってくるということになっております。気をつけないといけないのは、税金が自動的に給料から引かれているので、どれくらい払ってるかっていう自己負担感がないんですよね。なので、一度給与明細を必ず見て、ちょっと仕組みを勉強することが大事かと思います。年末調整の結果として給与支払い報告書っていうのが来ます。こちらの方を見れば、自分がね、一体どれだけもらってで、控除がいくらあって、源泉がいくら引かれているのかっていうのが、分かりますかね。なんか自分には関係ないよと思っていただいても、を一度見ていただいて確認、学んでみてください。興味をね、少し持っていただけると嬉しいです。はい、そして次にお待たせしました、自営業の方バージョンですね。自営業の方は年末調整ではなく確定申告をするということになります。年末調整と確定申告どう違うかって言われると、用紙は違うんですけど、やってる内容は一緒になります。自営業のオーナーの場合は年末調整どこかで雇われているわけではないので、自分で税金を計算しなくてはいけないので、確定申告をするっていう風な流れになっております。もう一つこれ厄介なんですけど、年末調整を次は自分がやる側に回るんですね、自営業の方で。自分一人で経営してらっしゃったらいいんですけど、スタッフとか、正社員の方雇ってるとか、先住者給与を奥さんに出してるって方は、年末調整を自分がやる側に回ります。先ほど言ったこちらの用紙をスタッフ分もらわないといけなくなる。控除証明書ですね、生命保険や地震保険、控除証明書系をスタッフ分全員を集めないといけなくなります。3枚で1セットで記入していただいて、あとはご自分でこちらで、年末調整をしてあげないといけないという風な仕組みになっております。これがね、結構大変なんですよね。でやる側に回ります。でこの用紙もこっちが自営業の方は、スタッフの分はこちらで作ってあげないといけないということになります。給与の会計ソフトがたくさん出ておりますので、そちらの方でね、作ると比較的負担が少なくなりますので、ぜひ覗いてみてください。でもね、年末年始の忙しい時期にこれをやらなきゃいけないので、皆さん自営業の方かなり大変です。で、自営業の方はね、確定申告も迫ってるんですけど、今の時期はこういう書類を1月の31日までに出さないといけないので、そろそろ準備していただいて、スタッフの分の年末調整をやる準備の方を進めていってください。そして自分で完成したもの、提出しなきゃいけない書類を税務署やスタッフの住んでいる各自治体へ書類を提出することになります。動画でね、また説明できたらいいかなと思います。本日は年末調整の本当基本的なざっくりした内容になっておりますので、このような説明にとどめておきます。それでは最後にですね、会社員でも確定申告をしないといけない人がいます。まずこれ一つ目ですね、住宅ローンの1年目です。おそらく2年目3年目は会社の方で書類を提出すればやってくれるんですけど、住宅ローン1年目は自分で確定申告してきてくださいねって言われる会社さんが多いようです。あとですね、医療費控除がある方ですので、医療費控除がある方は自分で確定申告をしなければいい。ふるさと納税もそうです。ふるさと納税をしたっていう方は、税金の金額が変わってきますので、確定申告をしなければならなくなります。ふるさと納税すごくおすすめの節税方法ですので、ふるさと納税については動画でね、撮っておりますので、そちらの方はぜひ参考にしてください。あと今年会社を辞めた人です。今年会社を中でね、会社を辞めたと、で辞めたとします。そうすると11月12月に会社がしてくれる年末調整をしてくれる場所がないですよね。次のね、会社にね、うまいこと就職した方は大丈夫、そこの先でやってくれるっていう場合あるんですけど、次就職してないっていう方は年末調整をしてくれる会社がないってことなので、自分で確定申告をしないといけなくなります。あと給与が2箇所以上ある方ですね。この方も基本的に年末調整っていうのは1箇所しかしてくれないんですね。だから1箇所の分はしてくれるとしても、残り2箇所目3箇所目の方は年末調整してくれませんので、確定申告をしなければいけなくなります。あとこれはね、ちょっとね、羨ましい話なんですけど、給与が2000万以上ある方も、もう年末調整をこちらの方でできませんよ、ご自分でしてくださいねっていうラインが引かれますので、給与が2000万以上ある人も自分で確定申告をしなければいけなくなります。副業はされてる方とかね、会社員しながらフリーランス副業をしているっていう方は確定申告をしなければいけません。または事業所得がもう一つ、働く会社員しながら事業所得がある場合も同じく確定申告を自分でする必要が出てきます。そしてもう一つ最後、不動産収入がある方ですね。一軒家をちょっと貸しているとか、マンションを貸してる、持ってるって方は、そちらの方の収入は年末調整してくれませんので、会社員で稼いだ稼ぎの給与の分だけ年末調整をしてくれます。不動産収入がある方も確定申告をする必要
要があることになります。こちらの方に該当する方は基本的に自分で確定申告をさらにしなければいけないと思ってください。今年ちょっとリメイク版として順番に確定申告バージョンの動画を作っていこうと思ってますので、確定申告しないといけないよっていう自営業の方、会社員の方、ぜひそちらの方の動画順番に見ていっていただけると嬉しいです。確定申告の資格がわからないとかね、そういう方が少しでもいなくなるように、また引き続き確定申告に向けての動画も作っていこうと思いますので、ぜひ見ていただいてお役に立てていただければ幸いです。私ね、オンラインサロンの方を運営してまして、税理士川南の会議室でオンライン上に税理士を味方につけようということで、月額制の完全会員制です。で、経理やね、税金の情報もそうなんですけども、私のビジネス普段どうやって考えてしてるかとか、ビジネスマインドとか、お客さんを見ていてね気づいたこととか、そういう情報も載せていますし、プライベートの情報や YouTube の裏側なども投稿していってますので、オンラインサロンは URL 概要欄に貼っておきますので、気になる方はクリックしていただいて参加の方ぜひお待ちしております。相談や質問も OK です。定期的に私とコミュニケーションを取るということで、Zoom 会議の方もしておりますので、全国どこに住んでいる方でも Zoom で私とお話ししたり相談できる場がありますので、ぜひぜひうまくご活用ください。はい、それではチャンネル登録ぜひお願いします。コメントや感想もお待ちしております。目を全部通しておりますので、取り上げてほしいテーマとか、分かりやすかったよとか、こう感想本当励みになるのでぜひお願いします。チャンネル登録もお待ちしてます。本日の動画以上になります。税理士川南でした。またの動画でお会いしましょう。またね。